中学生が将来の仕事について考えるやりたい仕事創造学校が8日と9日松山市菅沢町の市野外活動センターであり、市内の生徒らが社会人や大学生と交流し働くことへの意識を高めました。職業観を育んでもらおうと県内企業による NPO 法人 F ネット愛媛が初めて開催しました。中学生14人と愛媛大学生ら合わせておよそ30人が合宿研修を行いました。9日は社会人6人を講師に迎え交流会を実施しました。県内で活躍するパティシエや看護師、陶芸家らが自身の中学時代や仕事の内容、やりがいについて語りました。器があって自分がいてお客さんが目の前におってお客さんと会話しながらこの器を進める作った自分がこれこれこういうのがいいですよ、100均とは違いますよ。好きなことを仕事にできるんであればそれは一番幸せかなと思います。輝いてたりもするし、で、まあいいなって多分人から言われたりすることも多分あると思うけど、生徒らは辞めたい時はあるか、不安はと率直な質問をぶつけていました。真剣な表情で話を聞いたり熱心にメモを取ったりしながら仕事への理解を深めていました。ゲームクリエイターでその企画とかをしたいです。仕事とかに対する気持ちとか伝わってそういうふうに考えて物事を進めていったら僕もうまくできそうな気がしました。チャレンジすることが大事だと思ったので私もこれからどんどんチャレンジしていきたいと思いました。